法政 T に行って日大、はい、成城。間違えましたね、ジム行くと。え、嘘。そうなんですよね。ほうで始まりました、無鉄チャンネルです。さあ、このドバイさんに呼んでいただきました。このドバイは撮ってる場合じゃないんですけど、まあ、ちょっとね、寝てないのであんまりね。じゃあまあいよいよ結果見ていきたいと思いますね、はい、まずじゃあ成城からいきましょうか。どうでした？あ、成城むずいって言ってたもんですよ。解き直しやったんだ。そうですね。そうだ、成形は簡単すぎるで成城はって言ってたんで、うん、そうですね、難しかったですね、はい、まあ確かに成形コメント来てたけど全学部はめちゃくちゃ受かりにくいって言ってたね。そうですね、難しいです。一般で突入した方が絶対いいでしょって言ってたから。補欠が、うん、自分の時の補欠が275人ぐらい出て、うん、全員受かってるんですよ。ほう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 。なのでやっぱり全学部はやんない方がいいな。なるほど、全学部はじゃあ受かってないわけだ。誰も受かってない。なるほどね。補欠出ないです。なるほど。で、普通の日程だと補欠で受かると。ああ、なるほどね。いや、きついわ、それは。番号、はい、そうですよ、75106ですね、はい、はい、並びじゃなくてもうバンと出るやつ。もうバンと出てますね。やだ、はい、という形でございます。第1回合格者発表においてあなたは合格とはなりませんでした。現在64位までが合格となっています。あなたの順位144位です。次回発表は3月1日。ああ、こういう風にどん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 繰り上げられていくわけね。そうですね。44まだ全然倍以上。そうですね、倍以上です。まあそうなるよねっていう感じでした。はい、成城、まあまあまあ成城はあんまできなかったからね、そしょうがないかなっていう。法政 T 日程ですね。はい。法政どうでした？法政国語が、国語難かった。まず記述が、まあ、絶対丸はもらえないような回答だったなっていう自分でも思いますね。そっか、記述あったもんね、ここね。英語はもう増田塾が回答速を出してるんですけど。あ、そうなんだ、うんうん、英語は動画でやった過去問よりかはできてましたね、うん、できてたんだ。へえ。まあ本当にちょっとだけなんですけど、うん、え、国語は出してないの、増田は。出してるんですけど、それがかなり、ああ、原文も古文もってことは。まあ原文だけなんですけど。ああ、そっかそっか。あ、そっか、 T 日程原文だけだ。じゃあ行きましょう。 T 日程スポーツ健康学部、スポーツ健康学科11515。いい子、いい子ですか、はい。あ、なんかずれたの、時間。あ、そうですね、ちょっとずれましたね、うん、TKP 違いよね、はいはい、そこね。間違えましたね、自分行くところ。え、嘘。最初普通に市ヶ谷キャンパス行っちゃって、これでことしないで、こう違うよって言われて。間に合ったんだ。でも、ああ、全然間に合いましたね。あと IELTS の試験がよく行われるところだね。ああ、どうなんですかね。はい、11515、はい。もう下すぐ出るね。はい。え、これ2つまとめてってこと？ああ、そうですね、勝手に出しました。社会学部、社会政策学科とスポーツ健康学部、スポーツ健康学科。あ、1個で2つもいけるってことね。そうですね。じゃ英語はいけたけど、国語は。そうですね。じゃあまあ次々いきますか。はい。日大、はい。日大はどうだったの、実際やってみて。実際やってみて、うん、まあ医学部予備校が英語だけは回答出してたんですよ。あ、そうなんだ。日大の医学部もう N 方式しかなくなっちゃったので。あ、なるほど。英語出してて、見たら文法はいつも通りぐらいの出来で、長文でカバーできるかなと思ったら、長文が1個しかってなくて。マジか。5問中1個しかってなくて。え、5問中1問やばいでしょ。これは予備校が間違えてることに乗ろうって。なるほどね、はい、いやでも日大レベルの間違えないっしょ。そうですね、はい、え、国語はどうだったの。国語は回答なかったので。あ、そっか、ないんだ。まあ、あ、まあまあそんな感じかなって感じ、はい、敵として、自分の感覚としては圧倒的に悪い。あ、悪いんだ。と思ってましたね。過去問よりも。そうですね、過去問はもう本当に8割ずっと取ってたのに、本番は、まあ、英語だけ採点してはあれ5割で大丈夫かな。あ、英語5割だった。そんぐらいでした。H4-777。 あ、体温かかるんだ当日、はい、全学が出ましたね。はい、ではいきます。日大、これどう、一覧、それとももうバーンって出てますね。スポーツ科学部、競技スポーツ学科、はい、おめでとうございます、合格です。おー、よかった。そうですね、まあなんとか。
よ。よかったー。合格したスポーツに行けるじゃん、これ。そうですね、どうにかスポーツは勉強できますね。やったー。で、なるけどね、これで、すごい、だけど、君たちこの CM になって、とかだったらよかったんだけどね。はい、どうなんでしょうかね。スポーツとりあえず進学は日大はするの？日大だけだったら、いや欲しい資格がありまして、うん、まあ、アスレチックトレーナーっていう資格なんですけど、はいはいはい、それを取るのには、うん、自分が受けた中だと法政と早稲田は取るのに一番近道なんですよ、うん、なんで遠いの日大は？その AT の試験を受ける前に講習があるんですよ、うん、その講習を法政と早稲田はもう授業で免除できちゃうんです。あ、なるほどね、はいはい。なんで日大は免除にならないの？日大はなぜか免除にならないので。その単位じゃダメってこと？そうですね、実務経験積んで、うん、競技団体から推薦をもらった上で講習を受けてから試験っていう風に。ああ、なるほどね。かなり難しくなっちゃうんですよね。なるほど。じゃあその行くか行かないかって、まあお金振り込むか振り込まないかを決めなきゃいけないってことね。そうですね。いつまで？17、18、もうすぐじゃん。すぐですね。2日しかない。ええー、それ校社長とかと話し合った？は一切です。一切って、ね、ええー、どうしようかな、進路は本当に迷ってますね。なるほど。まあそれはいや難しいな。まあだからスポカ受かれば全部あれだけど、そのね合格発表の前にもう、だってつか受ける前にもそうか、そうです、振り込まなきゃいけない。まあそれが受験の厄介なとこなんだよね。うん、返金しないんだっけ？入学金はないですね。そうなんだよね。うわ、面倒なことになったね。入学金っていくらぐらいですね？まあ大体10万ぐらいですね。そんなにすんだ。それは悩ん感じだよね、はい、入れるか入れないか。そうですね。ちょどうする？でも自治体しか分かんなかったら行く？行かない？東京経済にする？あ、いろいろ迷ってるんですよね、うん、本当に。もう統計このまま行ったり、まあ、他中央とか、うん、まあ、分かるか分かんないですけど、うん、受かってそっち行った方が確実に、なんて言うんでしょうね、自分は将来不安にならないというか、うん、まあ、私立文系なんで、うん、楽に生きていけるかなっていうふうに思ってるんですけど、またコメントでもされるような発言をして。楽に生きていけるとか、自分なんて本当にまあ楽なんで。でももう自分は休学してバイト辞めて、うん、でスポーツの道選ぶっていうふうにこの9月ぐらいから頑張ってきたので、うんうん、もしそっちの経営とかの道選ぶってなったら、この今までの時間無駄になっちゃうんじゃないかなっていう。あ、難しいな。でもピー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 、さっき動画見せたらスポカダメだったらもう1年やるっつってたもん。一番最初のやつ、一番最初のやつで言ってた。でもこの辛さをもう1年やるかって。いやでしょ。だってね、毎日ずっとやってるから。いや難しい。まあじゃあその数日で決めよう。そうね。いやだから日大しかもうダメだったら日大に行きますって決まったら10万円あげますよ全然。それはいい全然。それをまず当然決定しないといけないじゃん、はい、日大に行くのか東京経済を続けるのかっていうのをまずはしっかり悩んで、まあ、校社長と相談してもいいし松原さんと相談してもいいし、はい、決めて行ってください。はい、とりあえず10万もらっとくけど東京経済にっていうのはそれはそれでうんうんってなっちゃうと思うから、はい、10万円じゃなかったじゃん。26万円でした。全然違う。まあそうだよね、普通なんか20万円台じゃなかったかね、入学金って思ってたから、はい、あ、26万ね、はい、わかりました。あ、どれぐらいの割合で行くか行かないかとかまだ決めらんない。まだもう決められないです。まあじゃあ中央の入試終わったら考えてもらえればそれでいいんで、はい、その時に決めてください。別にまあ10万だろうが25万だろうが別にいいので、はい、出してあげてもいいと思いますんで。はい、すいません。はい、そういうことです、はい、青学自体はまだ終わったんだ。まだ青学も終わりました、ね、青学終わって終わった。中央も終わったは、明日ですね。あ、なるほど。じゃあと中央とスポカだけ、はい、じゃあ頑張ってもらえればいいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。